今回はですね、実はめぐみさんに登場していただいて、皆さんに目元のちょっとレクチャーをしたいと思うんですね。年齢を重ねていくと前よりもなんか目がちっちゃく見えるっていう方結構多いんですよね。そういう方のためにそのお悩みをどういうふうに解消できるのかちょっとやってみたいと思います。まずベースメイクで目周りのくすみ、それもねしっかりと取っておきたいと思いますね。まずまぶたの上はしっかりとカバーをして、ちょっと夕方になるとだいたい目元ってくすんできたり、より一層重たく見えたりとかっていうこともねあると思うので、ちょっとまぶたの上はしっかりとカバーをして、やや腫れぼったく見えるような印象にしておきましょう。下まつげの際ですね、この下まつげの際というのはくすみがあるとちょっと垂れ目に見えてしまったりします。ですからここもしっかりと消していきます。目尻のくすみが一番こう目を下げて見せますので、この目尻はしっかりと取っていきます。全体に目元が、顔全体の色よりも明るく見えるような印象に作っておきましょう。このあたりのねうっすらちょっとシミが気になるということなので、それを先に、コンシーラーで、うっすら消していきましょう。全体に厚ぼったいファンデーションでのせていくとどうしても重たい肌ができちゃうので、やっぱり今年のトレンド感からすると軽く見せたい、そういう場合は部分的に消していくのがね一番いいです。そして目元の印象をはっきりさせる、そのためにはこの目尻の、ここにちょっと輪っかのようにブラウンにだいたいくすんでる場合が多いんですね。コンシーラーのちょっとハイライト気味のねコンシーラーでしっかりと消しておくといいです。パウダリーファンデーションで仕上げていきますね。ブラシでつけていきます。下地でしっかりとカバーしてますから、スポンジでつけるよりこういうふうに大きなブラシで軽くつけていくと今年っぽくね軽やかな素肌っぽい雰囲気が出来上がります。そしてちょっと細かい部分は小さな筆を使っていきますね。ハイライトと一緒に下まつげの際をつけていきます。さらにほうれい線のこのスタート地点ですね、ここにも入れておきます。で特に目頭のところ、この鼻の横、影が出やすいところです、もう明るくしておきます。目元が随分これでねすっきりして見えると思います。続いては眉からいきたいと思います。やや太めのアイブロウを描いていきたいと思いますね。夕方になるとまぶたがくぼんで見える、それを少しでもくぼみを少なく見せるためにも、この眉の下ですね、ここに鼻球筋、眉骨がありますね、ちょっと描き足しておくと眉骨がちょっと目立たなくなります。でややこう直線的な眉を作っておくといいですね。この辺りの眉が全く、ね、ない方、パウダーだけでは描けないという方はもちろんペンシルでもいいし、あとは僕はよくジェルライナーを使って描くこともあります。意外と眉骨のところに眉を描くっていう、あんまり皆さんこの情報は知らないと思うので、案外描いてないと思うんですね。でもこの眉骨のところ、鼻球筋のところに描いておくと目元のくぼみが印象が変わってきます。でエレガントな、ね、雰囲気にしたいときはこの山から外側を少しアーチにしていけばそれでエレガントに見えますので、強すぎない印象にはこれでできると思います。で今全体にブラウンでパウダーでこう整えているんですけども、さっき言ったこの鼻球筋のところですね、ここの毛がちょっと足りないのでジェルライナーを使ってここに足していきますね。じゃあ次は今度はいよいよアイメイクに入っていきますね。今回使いたいのはですね、このピンクベージュ、ちょっとこうクリームタイプですから簡単です、徐々に上方向に薄くぼかしていけばいいです。一色でこのようにねグラデーションができるのでとても簡単です。全体的にちょっとふわっとね色が入ったことで華やかさも出てきました。目の下の印象ってやっぱり大事で、ここもシャドウを入れていった方が目は大きく見えますね。先ほど下地やコンシーラーで目の下のくすみを取ってます。くすみを取ったので幅をあんまり入れちゃうとまたくすみみたいに見えちゃうので、下に入れる時の要注意は細く入れてください。真正面ちょっと見ててくださいね。正面見ていてこのアイシャドウの大事なのはここなんですけども、上と下を楕円形にすると目元がちょっと大きく見えるんですね。実はなのでこういう淡い色であったとしてもここにアイシャドウが少し膨らんで出るようにしてください。そうすると先ほどここまでだった目元がここまで広がります。今度は
アイラインを先に引いちゃいましょう。アイシャドウちょっとこれで終わりじゃないんですけども、アイラインを先に引いて後からちょっと別のアイデアを仕込みます。じゃあまずアイラインブラックで引いていきます。意味合いが2種類あります。目元の印象を強くするっていうことと、目の大きさを変えていくっていうと、この2通りがあるんですね。まずは目の印象を強くします。まつげの間、そしてインサイド、それを一緒にこう今ジェルライナーで塗りつぶしてます。これでまず目の印象を強くします。これはですね、まつげが濃い人に見えれば目の印象は強くなるわけなんですね。でもこれだけでは目の大きさは実は変わってません。じゃあ次は今度は目の大きさを変えていきます。上にラインを引いていきます。まずは細くラインを引いていきますとね、若い時ってもっと二重が大きかった、なんかだんだん最近上のまぶたがかぶさってきて、なんか二重が狭くなってきた、もしくは腫れぼったく見えるという方もいると思うんです。だからといってアイラインを太く引くっていうのはちょっと限界がありますよね。なので通常通りのアイラインを引いてください。まずそして目の横幅を出していきましょう。目の横幅は開けて、そしてそのまま開けたまま外にスーッと引いていきます。斜め上方向にアイラインを伸ばしていきます。これで結局一番端のまつげがここまで私はありますよっていう存在を出していくわけなんです。ですので少しこのアイラインの先が上方向にこう斜め上に消えるように上げていくといいですね。これでまず随分目元の印象を左右見ていただくと分かる通り、目の大きさが随分変わりました。目元の印象をもう少し変えていくためには、まつげの密集度を増していくような影を入れていきます。それはどういう色でもいいんですけど、ダークな色であれば大丈夫です。ダークブラウン、ダークグレー、ダークのネイビー、こんな色でいいと思うんですけども、ちょっと今日はダークブラウンでいきます。アイラインの上にさらにシャドウを乗せていきます。そしてこのシャドウを少しぼかしていきます。確かに目が大きくなったの分かりますか？そして今度は下まつげの際はジェルライナーのブラウンを足していきますね。まつげの間を今ブラウンで埋めてます。この先ほど、全体に入れたアイシャドウが少しこう目尻寄りがふわっと楕円形に膨らんだ、それを小さいバージョンでこのダークブラウンで作っていきます。目尻側を少しふわっと膨らませます。上下つないで膨らませていきます。随分目元の大きさが変わったの分かりますか？そしてこれで目の横幅も縦も広がりました。つまり、まつげの印象をちょっとふさっと見せる、そういう、裏側に隠れたテクニックなんですね。なのでここからマスカラをつけていくとかなりナチュラルに演出できます。ではまつげの印象を変えていきたいのでマスカラ塗っていきます。なるべくまつげの根元をたっぷりとつけていってください。で、これも上終わったら今度下のね、まつげもつけていきましょうね。結構ね、下のまつげって大事で、下につけないとちょっと目の印象がこう上に上がっているような印象なので、所定の位置に収めるには下もうっすらでもいいのでつけていきましょう。目元の印象が相当変わったの分かりますか？皆さん、このテクニックぜひマスターしてください。アイラインを先に引いて少しダークなシャドウでアイラインをぼかしていく、そして横幅も縦も出していくってテクニックです。ではじゃあ反対側も同じことをしていきますね。はい、これで目元が完成です。随分ね、はっきりとした目元、そして目のサイズも変わってきたと思います。さあ、じゃあ続いては目元のハイライトなんですけれども、先ほどのコンシーラーを使ってこの辺全部ね明るくしたり、特に目尻側を明るくしました。でこれによって目がはっきりと見えるんですけど、そこをちょっとハイライトで強調していきましょう。ここですね、この部分を強調していきます。さあ、では続いてはチークに行きます。チークはやはりもう骨格にもよるんですけれども、大体の方は筋肉が下がってね来ていることもあって、ちょっと霜膨れのこう顔に見えてくることが多いんですね。それで顎先、このラインをシャープに見せていくことによって目元もその分こう上がって見えるわけなんですよね。全体にこうリフトアップ感を見せたい場合は、この筋肉の中心をちょっと上にします。
そしてやや斜め方向に上げていきます。やっぱり目の錯覚なんですけど、この上がってる角度が目元の上がりにも関係していきます。最後はリップです。リップメイクで大事なところは、結構この上の山、めぐみさんもそうですけど、上の山がはっきりしてないっていう方は、結構ここペンシルでしっかりとね描いていく方多いと思うんですけども、ペンシルでどうしても、描きたい場合、そこにですね、実はハイライトを入れていきましょう。ここはコンシーラーでここにハイライトを作る、もしくはこのパールのアイシャドウで作るっていうことをよくします。こういうふうに唇の外側、ここにちょっとハイライトを入れちゃうんですね。あとは口角のところの下ですね、ここもハイライト入れちゃいます。結構だんだん唇が寂しくなってくるっていうねこともありますよね。でそれはもうこれで結構カバーできちゃいます。ですからリップを塗る前のね一手間なんですけども、こういう工夫もできると思います。でリップラインはペンシルでは取りませんけれども、紅筆で綺麗にね描いていけばいいと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。こういうテクニック使うと随分目元の印象を若々しく、そして美しく保つことができます。トライしてみてください。